Adobe Go Live は、Adobe がかつて販売していた Mac OS X および Microsoft Windows 向けウェブオーサリングツール。旧称は Go Live Cyber Studio。最終製品の Adobe Go Live 9は、2008年4月28日に販売終了となった。当時ネクスト社の製品の一部であった Web Objects Builder をヒントに Go Live システムズが Mac 用。 ウェブオーサリングツールとしてゴーライブサイバース r s ディオの名称でバージョン3までを開発。当初は Mac 版のみのリリースであった。一方、Adobe Systems はウェブ制作ツールの開発でグラフィックソフト界の長年のライバルマクロメディアに完全に遅れをとっていた。Adobe Systems はオーサリングツールとして ペミルを販売していたが一般サイトならかろうじて作成できる程度の廉価製品でしかなくマクロメディアのドリームウィーバーと比較するとプロユースのウェブ開発ツールとしてはとても使い物にならなかったまたペミルは同社のイラストレーターやフォトショップとの連携性があまり良くなくマクロメディアのフラッシュファイヤーワークスのような オーサリングツールと連携性が強い Web 制作向けのグラフィックツールを揃えていなかったことも不利に働く要因になっていた。そのような状況を打開するため、Adobe Systems は1999年に GoLive 社の買収を決行。Adobe GoLive に解消の上 Windows にも対応し、Adobe Systems によって引き続き開発、販売された。 CSS オーサリングを視覚的に行えたり、標準で HTML はもちろん XHTML に対応したりするなど、プロユースに耐えうる高機能を持ち、なおかつ開発元が同じという利点を生かして、デファクトスタンダードとなっている Adobe Photoshop や Adobe Illustrator ーーとの連携性が強いことから、プロユースで、 圧倒的なシェアを持つマクロメディアドリームウィーバーに唯一対抗し得る製品として一定度のシェアを確立してきた。7番目のバージョンからは Adobe システムズ主力のウェーブオーサリングツールとして Adobe Creative Suite に組み込まれバージョン表記も CS のバージョンに合わせた CS に変更された。しかし2005年のマクロメディア買収後 アドビシステムズは CS2.3 にドリームウィーバー8を同梱し、ユーザーに対し GoLive からドリームウィーバーへの移行を促し始めた。その後 CS3 では GoLive に変えドリームウィーバーがシリーズに組み込まれたため GoLive は9として単独でのリリースとなった。ただしダウンロード販売のみとなっておりパッケージでの販売は行われなかった。 その後アドビはドリームウィーバーへの移行を積極的に推進し、GoLive はリリースを終了した。2008年4月28日バージョン9をもって GoLive の開発及び販売を終了することがアナウンスされた。製品のインストール等にかかる電話サポートは2008年10月28日まで継続され、その後は Web での FAQ 等によるサポートのみとなる。 既存ユーザーは、優待価格でのドリームウィーバーへの移行を促した。一押しは、ゴーライブサイバース r s ディオ、マックワールドエキスポ、東京会場レポート、ソフトウェアレポート、PC ウォッチ、ハットアドビドリームウィーバー CS30 周年、記念イベントレポート、アドビ、ウェブサイト作成ソフト、ゴーライブの開発停止を発表を。ゴーライブ、約10年の歴史に、 マク2008年5月1日21時44分更新。マクピープル編集部アスキーハット高い。デザイン環境を実現サイト作成ツールも備える。ソフトウェア2。マッキントッシュ用ホームページ作成ソフト。サイバーステュディオ発売97。4より順次発売。ありがとうございます。